はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日の晩ね、息子がね、熱が出まして、で夜中にちょっとね戻しましてね、まあ、今朝保育園行く前にちょっと病院ね、近所の病院に連れて行ったんですけども、まあインフルエンザの検査しとこうか言うて、まあ、まだまだ流行ってるんでね、でそれでまあ、 検査した結果は陰性でね、インフルエンザじゃなかったよっていうのを、下の診断してもらって、まあ、保育園に送り届けたんですけども、まあね、その、まあ、昨日の動画でも言ったようにね、その肺炎のそのコロナウイルスですか、流行ってるじゃないですかね。昨日のニュースであんだけ盛り上がってるのに、お前今熱出てんのみたいな感じになってめっちゃ怖かったんですけど、まあ今今朝はとりあえず熱下がってて、まあ、保育園行ける状態だったんで、まあ、良かったんですけども、まあ、それだからね、まあ、その次男なんですけども、次男もそのずっとね帰ってきてからマスクをしてました。まあ、僕はねずっとマスクしてるんで大丈夫だと思うんですけど、まあ、でもそれでもね、やっぱ抱っこしてとかひっついてくるんで、マスク同士で抱っこしましたね。マスクしてね、息子も抱っこしながらマスクですよ。こう抱っこしてパッて顔を見たらね、二人ともマスクやないと、ハハハハって笑ったんです。ね、まあ予防できることはね、しっかり予防して、まあ、それなりにスキンシップもね、取らんとね、まあ、子供ね、ちっちゃいんでね、近づかんといてって言ったらちょっとかわいそうなんでね、まあ、ちょっとね、離れたいけど、まあ、子供もね、それかわいく育っていかなダメなんでね、ちょっと悩みの種やなってのもね、あります。まあ、完全にインフルエンザだったら、僕がその実家にね、隔離されるっていう風な、ルールは あるっちゃあるんですけども、まあ、インフルエンザじゃなかったんで、まあ、よかったです。はい。で、まあ、今日のお話は、まあ、僕の話になるんですけども、血管痛がまたやってきました。血管痛ね。抗がん剤、一番最初に抗がん剤したところの血管のところがずっと痛いかったんですけど、まあ、それも収まってきて、今はね、ここから手首に向かってのところが痛いんですよ。前までこっちやったんですけどね、脇にかけてだったんですけど、ここから最近はね、最近は昨日なんですけども、この手首の方にかけて痛くなってきましたね。こうね、こう伸びをするじゃないですか。伸び、ぐーって伸びするでしょ。こうやって伸ばすときにですね、このちょうどこうなんかねじったら余計に引っ張られる感じがしてね、まあ、ちぎれそうな感じがするんですよね。まあ、以前にもお伝えしたんですけども、まあ、血管っていうのは別にそう簡単に、ね、切れ物ではありませんのでね、まあ、ただその体の中でこの突っ張ってる感というか、その引っ張られてる感というのがね、感覚があるのでね、すごい気持ち悪いんですよ。まあ、なんとかしたいんですけどもね、まあ、これってまあ放っておいたらそのうちまあ痛くなくなってくるんですよ。いつもそうなんですけどね、まあ、一回そうなんですよ、本当に。まあ、といった感じで、まあ、このようにですね、ちょこちょこ地味な症状が出ます。まあ、もう慣れましたけどね、またこれかって感じなんですけども、でもまあ一応記録するようにはしてます、ちゃんとね。まあ、その体の変化をね、しっかり記録してですね、まあ、次回の通院の時にね、報告するようにしてます。でも先生はね、なんやろねという感じのね、反応がね、すごい多いんですよ。まあ、最初はね、そういう反応に対してですね、いやいや、ちゃんと聞けよってこう思ってましたけども、まあ、そんな反応をしてくれるってことはですね、異常なしっていうことなんだろうなっていうふうにね、受け止めてます。でもここで先生がね、え？なんやって？ってこう、取り乱されても逆に怖いですよね。まあね、でもその、診察の時にね、先生の声がね、力が入ってね、ちょっとうわーってこう大きくなる時はね、まあ、僕の場合はですね、血液検査の結果が出た時にですね、まあそのね、各数値がですよ、正常値に戻ってないと、先生の勢いがね、ちょっと止まらなくなるんです。
でもその数値もね、なかなか変動しないんですよね。思った通りにこう、正常値にね、近づいてくれないというかね、もうそういうのがずーっとこう続いてるわけです。まあ、その血液の数値はね、なかなか変動しないんですけども、体重、僕の体の体重は減ってるんですけどね、おかげさまで。まあ、体重に関してはね、その前回の通院ではすごい褒めてもらいました。本当に。あれは嬉しかったですね。でもまあ実際は、その体重のコントロールはね、実は二の次やったんですよ。まあ僕の本来の狙いとしてはですね、血液の数値のコントロールが目的やったんですよ。その食の勉強をね、し始めてからというものね、まあ、血圧もコレステロールも中性脂肪もですね、なかなか変化が見えてこなくてね、すごい落ち込んでたんですけども、まあでもそんな中、体重だけがね、この目に見えて、数値でね、数字、体重計の数字でね、変化があったので、すごいテンションをね、取り戻してました。そうしているうちにですね、血圧もね、こう徐々に下がってきましたね。血圧計もこうしか手に入れててね、毎日計測してるとね、体重ほどではないですけども、少しずつ下がってきてました。それもしっかり見えるじゃないですか。血圧計で測ってるからね、自分の目でこう数値がわかるんで、すごい、テンションをね、戻ってきましたね。まあ、それはすごくいいことなんですけども、今度の2月のね、通院でね、血液検査の結果でですね、このもしですよ、数値が正常に近づいてなかったら、またこれ落ち込むかもしれません。まあ、食の勉強をし始めてですね、まあ、4ヶ月経つんですけども、食事量を減らして、濃い味付けをやめて、マヨネーズ、ケチャップ、醤油などね、まあ、ドレッシング系は使わないっていうのをやってて、で、まあ、自分で昼ご飯を作る時とかも、もちろん塩、砂糖も使ってません。まあ、この調味料的なやつを使ってしまうとですね、血液検査の結果がこう左右されると思ってるんですよ。すごいね、気にしてるんですそこは。まあね、例えばあの時の塩がとか、あの時のマヨネーズがとかね、もう後悔したくないのでね、すごい我慢してます。ラーメンのねスープもね飲んでませんし、味噌汁の汁もね飲んでません。こんなね食生活送ってたら血液にいいはずでしょうね、思いません？数値なんてね、すぐにですよ、正常値に戻ってくれると思ってたんですけど、まあこの動画の最初に言いました通りですね、血管痛になってるんですわ。ここね、血管痛ね。まあこの綺麗な血液になると言いますか、血液細胞のね、生まれ変わる周期があるんですけども、でまあ周期が早い才能で7日でしょ。で、遅くても4ヶ月かかる細胞があります。まあ、ちょうどね、1ヶ月前ぐらいの動画でもお話ししてると思うんですけども、まあ、その時はね、食生活を見直してからですね、まだその3ヶ月だった頃だったんですよね。で、そしてようやく次の2月の通院で、ようやく4ヶ月になる頃なんです。でもそろそろね、綺麗な血液で生まれ変わっている頃なので、ちょっとこのまま頑張って食事をね、取っていきたいと思っております。頑張りますんで、またね、結果はね、報告させていただきます。それよりもね、奥歯が痛い、その歯全体がまたね、痛いんでね、前歯なんか欠けてきてるんでね、先にそれのね、通院がありますので、先にそっちをね、考えていきたいと思います。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思われましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。